みんなで作るマッサラボのおさらいつもりです。さあ今回は実は難問ではありませんというテーマでございます。なんとサムネイル、これね、見た瞬間にうわっと、特に数学アレルギー持ってる文系の方、こんなの理系やれとくんでしょと、数三ですかと、実は関西大学に出たド文系の問題なんです。2022年最新年度ですよ、OK、こちら、まあ、数学アレルギーさっき言いましたけれども、そうなんです、パッと見複雑なんです。ただ考え方さえ分かっていればスパッと解くことができると、OK、じゃあその考え方ってどうなんだと。もちろん初見で難しい時は僕もありますよ。そんな時にどう対処するのか、そのアプローチ方法を一緒に学んでいきましょう。それではやっていきましょう、レッツゴー。はい、ということでまず複雑と言いましたけれども、まずはい整理しましょうか。はい、この x と y の範囲の時、この不等式が表す領域を図示せよ。領域を図示せよってことは、まあ、y と x、ね、だけでこう表すってことですけれども、まあもちろんこの不等式はね、よく分かんないわけ。よく分かんないから、じゃあコサインの、ね、加法定転換しますとかではないです。かのデカルトはこう言いました。困難は分割せよ。ってことは、まずシンプルにここ分割できますよね。ただ分割するだけじゃなくて、数学の本当に大切なところ、これは抽象化です。抽象化、つまりよく分かんないものを一つの塊として見てあげましょう。つまり例えばラージ X とラージ Y の掛け算が正って言われたら、これってどういうことでしたっけ。何と同時かっていうと、これはどっちも正、またはどっちも負っていうことですね。もちろんまあ連立方程式なんで勝つとか書かなくていいんですけれども、ちゃんとこのね、これ勝つこれ、またはこれ勝つこれ、ちゃんとこういう論理のね、構造が分かっているかっていうのも大切です。ってことは、今回ラージ X をここ、ラージ Y とここで見てるってことは、まずこのように分割できますよね。じゃあ変形していきましょう。これどうなるかっていうと、はい、このようになりますよと。まあこれ π とかありますけれども、上ってどういうことかっていう、まあ、これと同じですよね。 OK、 上はね、じゃあ下コサイン混じってるかでよくわかんないとかじゃないんです。普通にもっと抽象化して考えましょう。 OK、 同じ抽象化いきますよ。例えばじゃあここを α とでも置きましょうか。 x プラス i を α と置くと、コサイン α が0より大きいとき、で今回、はい、アルファ x プラス y っていうのはどういう範囲でしたっけ。はい、どっちも90度よりちっちゃいってことは、足したとしてもこうなりますよね。つまりまあこのアルファってあえて置きましたけれど、置かなくてもいいですよ。けど置くとアルファは0から180度のどこでも行きますよと。でコサインがそのうち正ってことは、0度から90度の時、 x 座標が正の時ですからね。ってことはこれ、アルファはどうなるかっていうと、もし正だったら、次こっちはどうなるかっていうと、次負ですから、このようになるわけです。じゃあアルファを x プラス y に戻しましょう。そして同様に考えると、これ連立方程式がこうなるわけです。じゃあ求めたいものはこれを書けばいいんですかっていうと、ちょっと違います。OK。これね、結構起きるんですよ。これちょっとちゃんと話していいですか？僕たちね、もう一回言いますよ。何を変形してこうなったかっていうと、この赤いところだけですよね。赤いところだけ。けど僕たちはこの x と y の平面上で表さなきゃいけないってことは、忘れちゃいけないのはこの範囲です。OK。意外とね、これだけで図示して終わる人いますから。じゃあ、ちゃんと書くんだったらこれも忘れずにですよ。ってことは言ったら、この条件のもとで、これを書きましょう。つまり、はい、xy で、はい、原点書きましょう。なった時に、まあ、どういう書き方でもいいんですけど、まずこれがあるってことは、ちゃんとこのように書きましょうか。はい、まずこの正方形の中にありますよっていうのを書かないと意味わかんなくなりますからね。じゃあ、はい、y が π 分の x 2乗ってありますけれども、まあ、x が2分の π を入れると、4分の1π?
になりますかね。ということはこの辺かな。4分の π ですよね。4分の π、 4分の π、 いやこの辺か、ちょうど、はい、半分ぐらいか。4分の π ですから、まあ、このようになりますよ。これが y イコール π 分の x でしょう。 OK、 つまり先にこれを書いておくとバランス分かりますよね。ここが4分の π ですよと。はい、じゃあ次、この辺書きましょうか。まあこれはいいですよね。これはいいです。もうこの辺、正方形だからありますから。じゃあ x プラス y が2分の π、 まあ y イコールマイナス x プラス2分の π とすると、ここです。これを結びますよね。もっと言うとこれ x プラス y イコール π なんで、ここを通りますよと。ここを通って同じく、ちょっとこの辺あれですけれども、こうなります。ってことは、あとはまず放物線より上で、この直線より下。ってことは、はい、斜線部はここ。じゃあ次に放物線より下で、この直線の間で、この正方形の間ってことはここになりますよというところで、はい、求める領域は、はい、上手の斜線部ですよ、終わりではなくて、今回不等号に、はい、等号が入ってませんから、はい、境界を含まないで、フィニッシュだったら、これもまだ減点されますよ。なんでかっていうと、これは書かなきゃいけないでしょう、さすがに交点は。ああ、だから交点はちゃんと書いておきましょう。で、これ出すのちょっと難しいですけれども、はい、ここ。この交点を出すために、y イコール π 分の x2 乗と、y イコールマイナス x プラス2分の π。まあ、この交点を求めたいよ。ってことですから、y 消去して、こうなります。x を出したいわけだから、解の公式使うと、こうなりました。ルートの中身計算すると、なんと、で、x はもちろん正ですから、このマイナスは関係ない。つまり、このようになりますよ。つまり、x の座標の交点の座標が、じゃあ、あと y の座標は、これここにも代入しましょう。代入すると、このようになります。つまり、y 座標、ここは、このようになって、フィニッシュなりました。OK! ちゃんとね、いろんなストーリーありましたけれども、もちろんこれ、簡単ではないですよ。難問ではありません、イコール簡単かってそうじゃないんですが、ただ、文系だとしても理系だとしても、考え方学びましたか？ちゃんと抽象化をしたら、ここまで行き着きます。ただ、このような領域の時には、意外とこの辺域、忘れないようにしましょうと。そして、交点を出すっていうのも忘れない。そして、何より、領域ですから、境界線を含むか含まないかも大事な問題でした。たくさんね、重要問題が積もっていたと思いますが、これね、多分、高1と高2ぐらいなら、定期テストとかもし出されてもおかしくないと思います。絶対にこれね、フォーカスゴールド青チャート乗ると思いますよ、今後。はい。ということで、ぜひ、今回もね、良かった、数学面白かったと思った方は、チャンネル登録、高評価の方もお願いします。みんなでこれからも一緒に数学楽しんでいきましょう。バイバイ。